平野翔、岸優太へのメッセージで、響ケアパッド CM がさらに話題に。平野翔からのメッセージに感動。岩優太、響ケアパッド CM で友情の絆を語る。待望の、響ケアパッド新 CM に起用されたナンバーアンダーライン愛の岸優太が、再び注目の的となった。彼の端正な手元や繊細な所作が、この製品のイメージキャラクターとして非常に適していると多くのファンが絶賛する中、 一つの出来事がさらに彼の心を動かすこととなった。それは、グループの元メンバーであり、長年の親友である平野翔からの心のこもったメッセージだった。CM 発表の直後、岸優太の携帯電話に届いたメッセージには、平野の温かい言葉が綴られていた。優太、おめでとう。君の努力と誠実さがまた一つの形になったね。君がステージに立って輝く姿を見ると、 いつもも自分も頑張らなければと感じるよ今回の CM は君の成長と挑戦の証だと思う。そして、その背後にはずっと一緒に走ってきた俺たちの歴史もある。君の新しい一歩を心から応援しているし、俺ももっと高みを目指すから、これからも共に頑張ろう。ハピネスを広げていこう、このメッセージは、騎士にとって特別なものとなった。平野の言葉には、 彼らが共有してきた長い時間や友情が反映されており、その絆が今も変わらず深く、強いものであることを再確認させた。騎士は平野のメッセージを読み、思わず涙ぐんだ。彼はいつも俺を見てくれているんだなと、感謝の気持ちが胸に溢れた。デビュー以来、二人は数々の困難を共に乗り越え、笑顔や涙を分かち合ってきた。グループを離れ、それぞれの道を歩むことになった今でも、 その絆は薄れることなく、むしろお互いの成長を祝福し合う関係に深まっている。平野のメッセージは、ただの祝辞ではなく、彼らが共有する、仲間としての誇りや、未来への希望を示すものであった。平野と岸がこれまでに築き上げてきた友情の深さは、彼らのファンにとっても特別な意味を持つ。彼らの友情は、数々のステージやバラエティ番組でか間ま見える無邪気なやりとりや、 互いを尊重し合う姿勢かららも明らかだし,かし、かし今回のようなプライベートなメッセージを通じて、その絆がどれほど強固であるかが改めて明らかになったのだ。騎士は、日々ケアパッドの CM 撮影に挑む中で、このメッセージに支えられたと感じていた。撮影現場では、手元のケアにフォーカスするというテーマが与えられており、彼の美しい手や滑らかな動きが求められていた。しかし、 実際には手だけではなく、心の中でも大きな挑戦が待っていた。彼は、CM という短い時間の中で、どれだけ自分自身を表現できるか、自分の存在感を伝えられるかというプレッシャーと向き合っていた。そんな中で、平野のメッセージは、彼に自信を与え、自然体で挑む勇気を与えたのだ。CM が公開されると、すぐにファンからの反応が寄せられた。岸くんの手、本当に綺麗。 所作が美しくて感動した、心が癒された、といった声が SNS をにぎわせ、彼の手に込められた感情や努力が多くの人に伝わった。特に、家事をする際に手が荒れてしまうことに悩む主婦層からは、この商品を試してみたい、という声が多く寄せられた。製品の実用性と騎士の繊細なイメージが見事に融合し、彼自身の存在が製品に付加価値を与えたことは間違いない。また、彼の、 気合が入っています。というコメントも、多くの人々に勇気を与えた。冬の寒さや乾燥に対抗するための製品として、響比ケアパッドは重要な役割を果たすが、その製品の背後には、騎士が自らの体験や努力を通じて伝えたいメッセージが込められている。冬を迎える準備を万全にして、みんなでハピネスを感じよう、という言葉は、まさに彼自身の思いそのものであった。このような騎士の姿勢は、 平野将との友情にも通じるる。部分があるお互いに励まし合い高め合う彼らの関係は単なる同僚や友人を超えた兄弟のような絆と言っても過言ではない2人が初めて会った時からどんなに忙しい日々の中でもお互いを支え合い続けてきた平野が君の成長を見て俺も頑張らなきゃと思うと語ったように彼らはお互いの存在がそれぞれの成長に不可欠なものであることを認識している その友情が、今回の CM における騎士のパフォーマンスにも強く影響を与えている。CM での彼の手の動きや表情には、彼が持つ内面の強さや優しさが現れており、それは平野との深い絆から来るものであった。ファンたちも、彼が単なる、製品の顔としてではなく、彼自身の感情や思いを込めてこの仕事に取り組んでいることを感じ取っているのだ。こうした背景があってこそ、ガン太の、 ケアパッド CM は単なる広告以上のものとなった。それは彼自身の成長の証であり、また彼と平野翔との友情の一つの象徴でもある。この CM を通じて彼ら二人が共有する絆が広く世の中に知られることとなったのだ。この友情の物語はただの一エピソードに止まらない。彼らがこれからどのような道を進んでいくのか、ファンたちはその一挙手一投足を見守っている。 そして、平野が語ったように、彼らの未来はまだまだ続き、その過程でどんな形で再び交わるのかは未知数だ。しかし、二人が互いを信じ、支え合い続ける限り、彼らの道は明るいものとなるだろう。岸優太にとって、響ケアパッドの CM は、新しいスタートであり、また一つの挑戦であった。そしてその挑戦を成功へと導いたのは、 製品の特性や彼自身の努力だけではなく、平野翔との深い友情があったからこそである。彼らの絆は、これからも多くの人々に勇気と感動を与え続けるだろう。そして、そんな二人の姿を見て、私たちもまた、自分自身の人間関係や友情を見つめ直し、大切な人との絆を再確認する機会となるに違いない。岩優太と平野翔の友情は、 ただのエンターテインメントの世界におけるパートナーシップを超え、より深い人間的なつながりを象徴している。彼らが互いに支え合い、励まし合う様子は、ファンにとっても感動的なものであり、まさに、一緒に成長していくというテーマが、彼らの関係に刻まれている。この友情は、彼らがどれだけ忙しくても、どれだけ離れた場所にいても、変わらず続いていることが明らかだ。彼らは、 それぞれが選んだ道で成功をつかむために全力を尽くしているが、心のどこかではいつもお互いを気にかけている。「響ケアパッドの CM が放送され、岸優太が新たなステージに進んでいく姿は、平野にとっても誇らしいものであったに違いない。そして、それはファンにとっても、彼の新しい挑戦を見届ける喜びの瞬間であった。実際、この CM は岸自身の特徴である美しい手や繊細な動きだけでなく、 彼が持つ誠実さやイットな姿勢が、製品の価値と完全にマッチしていた。CM に登場する彼の姿は、単なる広告タレント以上の存在感を放ち、視聴者に安心感や信頼を与えた。この CM が広く支持された背景には、単に商品を売るための、表面的な魅力だけではなく、騎士が見せた内面の強さや繊細さがある。そして、その内面を支えているのが、 平野との友情という深い絆であることが、この一連の出来事を通して浮かび上がってくる。ファンはその関係性を知っているからこそ、騎士の成功をさらに喜び、共感することができるのだ。このように、エンターテインメントの世界で活躍する二人が、互いに成長を促し合い、励まし合う姿勢は、私たち一般人にも大きなインスピレーションを与える。日常生活においても、 友情や信頼関係は時に試されることがある。しかし、騎士と平野のように、困難な状況でもお互いを尊重し合い、応援し合う関係を築くことで、どんな困難も乗り越えることができるのだろう。また、彼らの友情が特に感動的なのは、目に見えない、心の絆がどれほど強力なものかを私たちに教えてくれる点である。お互いのキャリアが異なり、別々のステージに立つことになったとしても、 その絆は一度気づかれたら決して消えることはない。むしろ、時間が経つにつれてさらに強固なものになっていく。平野がメッセージで、俺ももっと高みを目指すから、これからも共に頑張ろうと語ったように、彼らの友情はお互いの成長を支えるエネルギーであり、未来への希望を象徴している。そして、騎士もまたその言葉に触発され、新しい挑戦に向かう勇気を得たのだろう。彼らの物語は、 ただ過去の友情に依存するものではなく、未来に向けてさらに強く進んでいく力を持っている。騎士が、響けケアパッドの CM で新しい一歩を踏み出したように、私たちもまた、自分の人生において新たな挑戦をすることができる。大切な人たちとの絆を大切にしながら、未来に向かって進む力を得ることができるのだ。友情は、時に言葉では表現しきれないほどの力を持っている。 平野翔と岩優太の間にあるその友情は、多くの人々に勇気と希望を与え、彼らがこれからもお互いを支え合いながらさらなる高みへと進んでいくことを予感させる。